はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ始めていきましょう。今日はインドネシアの輸出品目と、しっかりと見ていきましょう。金額を見ていきましょう。はい、インドネシア1980年代は219億ドルの輸出をしていました。だいたい金額に合わせて2兆になります。はい、一方2012年まで要するに伸びました。1900億ドルの輸出ということになります。この金額は19兆円ということになります。いいですか？ 2 兆円の輸出から19兆円の輸出に変わりました。さあ、ここまで皆さんよろしいでしょうか？はい。では、1980年と2012年でどういうふうに商品が変換されましたかということをしっかりと見ていきましょう。はい。インドネシアの特徴を見ていきましょう。はい。1980年。はい。木材と石油天然ガス。そして石油天然ガスというふうに覚えておいてください。まあ、わかりやすく言うと、これめっちゃわかりやすいですね。石油と天然木材ですということです。石油で天然木材ですということです。はい。石油 53.3%、石油製品 5.4%。天然ガス 13.2%、天然ゴム 5.4%、そして木材が 7.1%。めっちゃわかりやすいでしょ。インドネシア一番覚えやすいですよ。石油と天然木材です。石油と天然木材です。インドネシアね。はい。で、2012年に変わると、どういう風に変わりましたかっていうと、石炭がなんか伸びてきました。石炭 13.8%、パーム油 9.3%、機械類 8.9%、液化天然ガス 7.9%、原油が 6.5% ということになります。で、このインドネシアの特徴って何かっていうと、結構資源がね、豊富にやっぱあるんですよ。で、資源が豊富にある国って、なかなか機械類って育ちにくいんですよ。なんでかっていうと、資源を売った方が早いから。資源を売った方が早いからってことになります。で、資源があんまり恵まれていない国だったりすると、要は資源を売れないから、機械類がやっぱりどん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 発達しやすい。ということになるんですね。はい。なので2012年現在でも、機械類はまだ 8.9% しかなくて、石炭やパーム油、天然ガスといったもの、また原油と。こういうものが、要するに上位にインドネシアがランキングしますよ、という特徴を持っているわけですね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。